ちょっと今足場いらんかったやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、え、待って、これは一体何をしているんだ？え、これもしかして私前回あれか、進めずに同じところうろうろしよってやつか。なんかめっちゃうろうろしよった時あったよね。これ宝箱にできんかな。あ、いけたいけた。なんか意外とさ、あ、何？なんか大事なものが見つかりそうな気がする。なんか意外と行き詰まった時って、あ、ダンジョンマップ。ダンジョンマップ欲しいってめっちゃ言わんかった、私。なんか、前コンパス見つけて、いや、コンパスよりダンジョンマップが欲しいな、みたいなことを言おった気がする。青い部屋は行った場所点滅するな、現在地。うん。で、なんか、同じとこぐる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 なりよる時ってね、だいたいなんか、時間空けた方が、意外とすっと行ったりするんよね。なんか、多分その時はパニックっとって、なんでそんなことも思いつかんかったんやろうみたいなことなんやろうけどね。待って、なんか出てきたんやけど、あれって捕まえんかったら消えるんやっけ。そんなことない？てか、あの高さやったらいけるんかな。あ、待って、私今。え、ここ上がれんやん。あー、待ってくれ。え、これさ、もうさっきの、あ、いや、高さ違うな。全然違うわ。氷の矢みたいなの持ってなかったっけ？あれで地面凍らせる、地面っていうか、水？凍らせるとかそういうことできんのかな？いや、なんかあれやん。なんやった？あの、もう一個の。あの、私がしよるさ、あの、もう一個の、ゼルダ。あれでもさ、あの、水で凍らせたりとか、え、矢で凍らせたりとかできんのかな？どうかな？は、ほら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 。ほら。あ、ほら、渡れるやん。あ、これで。イエーイ、はぐれ妖精。でもまだ二人目なんよね。なんか、十何人とか必要じゃなかった？15人ぐらいおったっけ？ほらほらほら。15分の2あって、集まらん気がする。結構長い間持つね。前回も私、氷の矢使ったっけ？いや、前、え、あ、そっか、見たことあるなって思ったけど、あれか。自分で凍らせたんやなくって。え、待って、これもう一個向こうとかも凍らせた方がいい？いかんかった。でもさ、これさ。はいはいはい。え、これ上がれる？お、上がれたやん。やった！いけた！ね、いけたよ。ちょ、一回さ、無駄に使ってしまう可能性があるけん、ちょっと。他のやつに切り替えとこ。え？よし。で、ちょっと一旦ゾーラになっとくか。これ初めての場所ってことじゃない？なんかおるよ。あれやね。君、草原上とかやったら、これ壊せんやつか。体の中になんかいろいろ入っとるけど。これを、なに？びっくりした。え、復活早いって。やめてや。ちょっと待って、反対。反対。復活めっちゃ早いやん。え、待って、これさ、どうやって行ったらいいの？上に上がる？上がれたけど。降りるな、降りるな。ちょっと待って。痛い。痛いって。じゃ、おろさんといてもらっていいですかね。復活早いって。しかも体の中にハートとか入っとるわけでもないけんさ、やめてや。何それ？ね、なんなんそれ？ね、この上にどうやって登るの？登るものなんて見当たらないわよ。ここに入った時からあの弱いやつ以外何にもなかったわよね。
何？なんかあるの？え？何何何何？そう、なんか一発で倒せるんよね、あれ。ね、ちょっともうちょっと向こう行ってくれんかな。凍らせてから動かせたりする？押せるんかな？ちょ、一旦やろう。で、チャンスよ。いけるか？いった、あ、なんか、え、めっちゃ四角くなってん。イェーイ。どれぐらい経ったら、溶ける、これ。いけるか？乗る。いったー。はっ、えぇ、ー。え、で、あ、掴む？あ、これ、あれか。線か。線というか、バルブ？え、どっかなんか水出る？どこ？どこが変わったんや。なんか別の場所で何かが起きたんか。あったくわからんけど、めっちゃ跳ね寄る。超跳ね寄る。どこで何が起きたかぐらい見せてくれてよくない？ねえ、なんか、この部屋で仕掛けが動きました、みたいな。そういう映像を差し込んでくれてもいいんすけどね。別になんもないよね、上。なんもないな。じゃあどこ行けばいいんやろうな。ちょっと待って。特に何も起こってないな。あ、これ、あれじゃない？ここもさ、足場作って渡れんやねん。ねえ、ハートが欲しいです。よしよっしゃ、満タン。で、その行けんかったところに渡っていくと。よっしゃ、そういうことやわ。氷の屋台活躍。水があるところでは氷の屋台活躍ってことやんな。よし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 。んで、違うんすよ。それ絶対敵狙うやん。違うって。注目解除。この辺に、はっ。で、こう行って、はっ。で、もう一個ぐらいあった方が安心かな。よっ。え、待って、できん。え、待って待って待って。そろそろ溶ける。危険。落ちたんですけど。上がれる？あ、よかったよかった。おー、危ねえ。早くない？めっちゃ早くない？これ普通に通れるやつ？なになになに？落ちたんか。なんか寒そうやな。え、待って。氷なんやけど。え？え？戻される？ちょっとやめてやー。え、ちょっと今足場いらんかったやん。足場いらんかったやん。これ何？炎の矢？炎の矢にしたらいい。あ、そっか。ムジュラの仮面ってなんか時間制限あったっけ？じゃ、今更。え、大丈夫？あ、そうよ。一旦お面脱がんといかんのか。炎？炎で溶かしたらいい。これはぶつかっても大丈夫？溶かせるかな？お、いけたいけたいけた。あ、扉あるやん。イェーイ。よっしゃよっしゃ。あ、え？敵来たー。え、なに？なんか卵みたいないっぱいある。なに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 ？なんか取り込まれたんやけど、あいつ。なんか降ってきそうやな。なに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 ？取り込まれたって。私も取り込まれたって。なんか今そこに。ちょー、やめてー。
あー、てか待って、これやばいな。これあれやない、セーブしてないわ私。うわ終わった。何今の、何ゲットした。痛い、無理無理や無理や、終わったやん。ほら終わったやん。待って、だってこれボスの直前からとかじゃないやん。うわー、どこや、入り口か。あ、でもそっか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 。あー、そういえば君に乗ってきたね。でも場所が分かれば、ちょっと待って。回復したいぞ。んで、ここを炎にして。待って、最初の30分ぐらい何やったんってぐらい。もうそれはね、正解知っとるけんなんやけど。めちゃくちゃ。10分もかかってないよね。え、どうすればいいんやろうな。わからん。あ、とりあえずゴロに変えとくかな。待って、先にさ、チャットに聞いとこ。月光よ、自分から挑発しといて逃げ回ってばかりいる嫌なやつよ。んなことはどうでもいいんだよ。攻略法を言えや。逃げ回るんやな、こいつ。ちょ、待って。一旦ゴロンになってさ。え、丸々でぶつかっていってもいかん感じ。一回攻撃したらあん中に入るとかかな。一回も攻撃してないのにあん中入ってった。あ、待って、吸い込まれる吸い込まれる。いやー、ちょっとやめてー。おいーおいー、辛い。ちょ、1回のダメージでかすぎるって。待って、どうすればいいんすか。いや、でもどうなんやろ、ブルーチュチュと同じような感じで考えたらいい感じ。中身空っぽやけん。あれも水の塊と考えたら凍らせれる。でもそんな狙う暇ある。とも思うけど、うん、1回のダメージでかくしたいけん、やっぱりちょっとここゴロンの仮面に変えて、この方法が合っとるかどうかは分からんけど、でも凍らせてああやってせんかったら、なんか永遠にね、なんか中に入ったまんま追いかけてくるけん、それやったらもうこっち逃げるしかなくなるもんね。いい？いいんじゃないですか？出だしは好調よ。おい。なんかしばらく逃げたら、その後でなんか、この、水の塊みたいな。これをなんかぶつけようとして、止まってこっち見てくるけん。その時に、殴りに行けばいいって感じかな。ね、とりあえずなんか追いかけて近くに追って、ああいう、なんかこっちを殴ってきそうな感じのタイミングで、こっちも殴れば。これでとりあえず3回いけたかな？ゴロンで殴るの。これいい感じになってきたかも。やばいやばいやばい、調子良くなってきた気がするっていう。ちょっと調子に乗ったらうまくいかないんですけど。これで4回。え、でもめっちゃいい感じ。あ、いかん、これほら調子に乗るけん。ほら調子に乗るけん。これで一回若干遠くに飛ばしてくれるけんね。いけたんか今の。
いけてるいけてる。しかしこっちもダメージを受けている。あっ、おいけた、やったね。え君なんかたまにフィールド上に見かけるやつ、あれなんかな、こういうカエルになんか魔法かけてボスみたいにしとるってことかな。え、じゃああのフィールド上におったあのカエルは何？なんかさ、雪山らへんにおらんかった？雪山のふもとらへんに。なんかおったよね、こういうカエル。あれは一体何がどうやったやつ？え、これ入ってきた扉のすぐ横の扉あったん？同じとこから出たりとかせんよね。なるほど、宝箱のところや。イエーイ、これ中身何？ちょっと待って、開けれてなかった、全然。なになに？あ、ボス部屋の鍵を手に入れた。ダンジョンに潜むボスの部屋へ入れるようになった。今戦いを終えて、すぐにボス部屋の鍵か。もうちょっとなんか、やったー、嬉しいって感じに浸らせていただきたかった。で、どこに、あ、そうよね。なんか、バルブ回して、多分どこかしらで、新しくなんか水柱が上がるとか、そういうことがあったはずない。いや、私があの、足場登るのに苦労しよったあたりかな。あの辺で新しい水柱が上がったりとかしたんかな、もしかして。マップで見た感じは、なんか縦長な感じがするけん。え、もしかして、こっちからやってきたけど、そこの、なんかめっちゃ滝みたいになっとるけん、上がれんかったとか？そういうことか？そん時ってまだあれかな？氷の上ゲットしてなかったんかな？あれもしかして、止まる？え、止まったところでやな。どうすればいいんやろ。じゃ、一旦アウト。あ、止まった止まった止まった。あ、なるほど。あんな上の方で。なるほど。あんな上の方で止まってくれるんや。あれはさすがに復活したりせんよね。え、ってことはやっぱりこの足場、ぐるぐる回りよる足場に乗れん。ね、ぐるぐる回りよる足場に乗って、飛び移らせてくれよ。あ、いけた。でさ、あ、登れた。ふー。で、ここやんね。ここ行ったらどこに出る？ボスとか？ん、でもここ行き止まりな感じやねん。でも中ボスぐらいならありえるかもしれん。ちょっと一旦。行きます。なんやろ。あ、ちょっとキモいんで、やめていただきたい。ひー、キモいって。ひー、キモひー、あ、あそこまたバルブがあるんやない？あれ回しに行くんかな？なんか、このタイプの樽やったらいけそうな気がする。いけんか？ほらほらほら、いけたいけた。ね、壊れんタイプの樽やったらいけるってことやんね。ね、キモいんですけど、隙間からチラチラすんのやめてもろていいですかね。あー、やだキモーやだやだキモい。え、何、どこ行った？消えたよ。おるー。これ、ま、落ちた、落ちたよ落ちた。なんか下からやってきよらん今、キモ。なんか知らんけどキモ。多分、あそこからまた、氷の矢使って、足場をどうにかするんや。そういうことや。よし。で、一旦渡って。あ、ちょっと下ろして。バシャバシャすんなよ。バシャバシャすんなよ、気持ち悪い。待って、向こうの方過ぎたな。あ、でも別に、あれか、泳いでいけばいいんか。上がらせてー。来たー！
おい、私の足場に何してくれとんで、ちょ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 、あ、消えた消えた消えた、おい足場、もうめっちゃ、ちょ待って、溶けるって、あ、いけい、よし、テンション下がるわ、え、どこ、よし、オッケー、一体どこが変わりよるんや。あ、なんかめっちゃ、何、なんか流れ出したんやけど、お、何今の、シュー、これは水側の矢印の方向に向いて流れおるっていうことで OK？ ちょっとよくわからないんですけど、こっちに向かって流れおるよね、なんか来んなよ。うん、よくわからん、なんか変わった、でもあそこになんかめっちゃ注ぎおる、あの赤いパイプの方は動かんの、ま、上のぐるぐるは回転してなかったんかな、さっきまで。うん、全然、覚えてないな。え、全く覚えてないな。わからん、まあ。とりあえず、今回は、この辺で、終わりにしたいと、思います。最後まで見てくださって、ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、でも多分、まあ、2箇所水の流れ変えたけんさ、まあ、今まで行った場所に戻って、まあ、なんか違う変化があったりとかするんやろうね。その変化に全く気づけんのやけどさ。元を覚えてないっていう。